RF 接続とは、複数の通信機器を接続する場合、ベースバンドではなく、変調後の RF 帯域にて接続することである。RF とは高周波信号のことである。ここでは、映像機器の商品用語である、RF 接続について解説する。映像機器をテレビ受像機に接続する方法の一つで、テレビ放送と同じ形式の映像信号を、 テレビ放送と同じ形式で変調した RF 信号をテレビ受像機のアンテナ入力からチューナーを通して放送チャンネルの一つのように表示させるものである。外部入力端子を備えないテレビ受像機が一般的だった頃にビデオテープレコーダーテレビゲーム機パーソナルコンピュータなどの映像機器を接続するのに利用された。これらの映像機器の多くは映像信号を VHF アナログテレビ放送の 1CH または 2CH と同じ形式にする RF 変調器を内蔵しており、その出力は放送電波と混合されてテレビ受蔵器のアンテナ入力に接続された。RF 接続のための出力端子は RF 端子と呼ばれ、端子形状としては RCA 端子や F 型端子を使用するものが多い。テレビ受像機に 外部入力端子を装備するのが一般的になるにつれて映像機器に RF 端子が付くことは少なくなったがオプションとして RF 変調器が販売されることもある RF 接続のための出力チャンネルについては衛星放送チューナーなど 13CH から 15CH に変換するものもあるこの接続を利用してアンテナと ブースターやテレビ用のアンテナ分配器を使用すれば容易に複数のテレビに映像と音声を分配することが可能。そのため学校の校内放送などで使われている。上記の理由によりアパートやマンションでテレビと初代ファミコンを RF 接続するとそのマンションの他の部屋でもファミコンの映像が映る場合があった。アパートやマンションは一つのアンテナから各部屋に 分配されているためである。なお変換されるのは、アナログ放送の信号となるため、地上デジタル放送のチャンネルには変換できない。このため、今後地上アナログ避内蔵テレビが一般化した際、AV 出力を備えていない最初期のビデオデッキやテレビゲーム機が使用できなくなるという問題も生じている。その対策として、地上デジタルチューナー非搭載の DVD レコーダーなど、 旧型の録画機の VHF アナログテレビ放送 1CH または 2CH に入力し AV 出力する方法などがある。ソニーでは1983年製のテレビには背面のアンテナ入力端子に加えて前面にも外部機器を RF 接続するための端子を装備しておりヒット端子と呼んでいた。 RF モジュレータ SCP-H-1122 なお専用の A、V 出力端子とは別に独立した RCA 型の RF 端子を備えるゲーム機は多数存在するため、ここでは省略する。ありがとうございます。